ミシェル・ロドリゲスはアメリカ合衆国テキサス州出身の女優である。父親はプエルトリコ系、母親はドミニカ共和国人。エキストラとして数本の映画に出演した後、350人の中からガールファイトの主演に選ばれ、ボクシングに情熱を傾ける男マサリの主人公を演じて注目された。一時、クリスタナ・ローケンとの交際が噂されていたが、 ロドリゲス本人は老犬は友人という間柄であると述べた。クラスメートへの暴力事件やスピード違反、飲酒運転などのトラブルをたびたび起こしている。ロストの撮影で滞在していたハワイで飲酒運転と保護観察違反で逮捕され、ロサンゼルス郊外の刑務所に60日間の禁錮刑が言い渡された。2006年6月から週監予定だったが、刑務所が 人意オーバーだったため、同日中にわずか2時間で出生した。2010年8月、シーシェパードは南極海で努力して、クジラの命を守ろうとしている。私は船に乗船して、そのメンバーの一人になるとの名目で、同団体に関わることを表明した。2013年10月、エンターテイメントウィークリー氏のインタビューにて、バイセクシャルであることを明かした。ありがとうございます。